肝臓ケは、原竹目肝臓ケか肝臓ケ属に属するキノコ。全世界に広く分布し、欧米では広く、食用にされている。アメリカなどでは、ビーフステーキファンガス、貧者のビーフステーキ、フランスでは、牛の下と呼ばれている。梅雨季と秋に、スダジー、マテバシーなどの根元に生え、褐色普及を引き起こす。傘は、絶常から扇形で、表面は、 微細な粒状で色は赤く、肝臓のように見える。裏はスポンジ状の肝荒が密生し、この内面に胞子を形成する。他のひだなし竹類と異なり、この肝荒はチューブ状に一本ずつ分離している。肝臓竹科に属するキノコは、世界中で数種類しかない小規模なグループを形成している。現在、肝臓竹属は本種を含む8種が命名されている。 肝臓竹は肝臓竹科に分類されており、近年の分子系統解析において、ぬるで竹や末広竹科の近類と近縁であることが示されている。肉は霜降り肉のような独特の色合いを呈している上、赤い液汁を含み、英名のビーフステーキファンガスの名の通りである。生ではわずかに酸味があるが、観光を取った上で、生のまま、または茹でて、刺身や味噌汁にしたり、 炒めて食べたりする。オーク材のうち肝臓だけが寄生していたヨーロッパならの木材は、芯材が濃い赤みを帯びた茶色に変化することが知られており、ブラウンオークと呼ばれている。ブラウンオークは木製家具に用いられ19世紀には特に評価が高かった。ありがとうございます。